2月12日土曜日朝6時1分です。今日は土曜日なので多分スポーツ運動してる人がいっぱいいると思うので6時に出てきました。はい、マヨンブンタにもマヨンブンタにもマヨンアトラオなんか声かけてきましたね。おはようだって。おはようはいらないですよね。今日の天気は光の光線が出てますね。太陽のなんか太陽光のラインが見えてますね。今日は昨日ねカルボンマーケットでねお魚買ってちょっと油で揚げたんですよね、お魚。それ生魚猫ちゃん食べないけど生魚食べるかどうか今日はちょっと試してみたいと思います。一応頭と尻尾を揚げたんですけどね。今日の北側のあやらパーク公園です。北側ね、これは。はい、全然違う、これ光によってね。全然光によって違う。ライオンちゃんいるかな。昨日いなかったんだよね、ライオンちゃん。今日はいるかな。今日は水は出てませんね。水は出てません。これね、しばらくカメラ塞いどくとね変わるんですよね、パッとやって見たときとか。ライオンちゃん出てくるかな。いないときはどこ行っちゃうんだろうね、あれね。いないときは。結構いますね、ジョギング。今日はジョギングが。はい、じゃあちょっと置いてみますね。ジョギングの人来るから、ジョギングの人来ますからね。カメラが固定できないな。カメラが固定できません。ダメかこりゃ。固定できない。ここか。ジョギングの人来ましたよ。ジョギングほらね。カメラスタンドがないからね、スイッチ触ると止まっちゃうんでね。ライオンちゃんいるかな。ライオンちゃん
いたいたいた。来た来た、ライオンちゃん。来たね。どこ行ったの昨日。おい、昨日。どこ行ってたこれ。うん。はいはいはい。はいはい、じゃああげるから、はい、待って。わあ、来た来た来た、お友達。お魚、あげるから。ね、お魚、あいよ。スイッチ止めるとね、これ止まっちゃうから。ちょっと、ちょっとちょっとちょっと。ちょっと、声を置きます。はい、ごめんなさい。これこれこれ。これ食べるかな？ほら、いいじゃん。今揚げました、これ天ぷらで揚げたお魚ね。天ぷらで揚げました。生魚は食べないけど、天ぷらで揚げたらどうかと思ってね、頭と尻尾食べましたね。天ぷらでさっと揚げるだけね。うん、さっと揚げるだけ。ほーら食べてる。さっと揚げるだけだよ。はいはい、じゃあ、はい、あんた早く、はい、食べるかな。匂い嗅いてる。血の匂いがしてるかもしれません。血の匂いがしてるかもしてませんね。ライオンちゃんだ。ライオンちゃんは食べてます、一生懸命。これは何、これ。食べない。ああ、食べないか。何や。昨日いなかったからね、ライオンちゃん。他の猫のところにも